皆さんこんこにちは誰も教えてくれない日本金融史始まりました番組では一般個人の方がどう金融を捉え自分の生活をよくしていくのかを日本の金融の歴史に視点を当て探っていきます本番組の講師は伊藤浩一さんです伊藤さんは大学でパーソナルファイナンスを教える傍ら CFP 税理士として私たちのライフプランを 経済的側面から支援するため精力的に活動されていますそれでは始めていきましょう皆さんこんにちははじ、えー、めにこの番組のコンセプトについて少しお話ししたいと思います最近は資産運用っていうのは少し評判が悪いような気がします、えー、日本人は昔から運用していたのか 日本人はその貯蓄が美徳だって言ってきたんじゃないかというふうな声がちょっと聞かれたりしますでも一体じゃあ日本人はいつから貯蓄が好きになったのかあるいは昔はその資産運用っていうのは全然していなかったのかさまざまな疑問が湧いてきますそこでこの番組では歴史を遡って明治維新から始めてですね 歴史の時々の金融に関わる重要な事実あるいはそれに関する人物などについて、えー、掘り下げながら分析して今の謎を解いていきたいというふうに思っています。ところでですね、えー、私はあのクラシック音楽が大好きなので毎回その,この金融史のテーマにちなんだあるいは金融史をやって で、えー、まあそのテーマで私がちょっとこういう気分になるこういう音楽を聴きたいというものを、えー、毎回ご紹介しながら進めていきたいというふうに思っています。えー、1910年まあ第一次大戦の前ですが、えー、10月から12月にかけて、えー、ドビッシーがですねハンガリーを旅行します。その時ブダペストのカフェでラディックという名のジプシーの弾くバイオリンを聞いてですね とても強いインスピレーションを受けてこの曲を書き上げたというわけですドビッシュはもう48歳になっていてこの頃は確固たる地位を築き上げていましたそんなまあ最中に片肘張らない佇まいのこういう曲を作ったんですがドビッシュ流の遊び心さえ感じさせるようなとてもフランス風の小粋なピアノ商品と言っていいかなというふうに思います とてもゆっくりとしたテンポの三拍子ジプシー音楽に対するドビッシーの関心興味などが反映している曲です当時のカフェで流行っていたワルツを題材としたこの作品について美しい聴衆が集う5時のお茶会のために書いたというふうなコメントをドビッシーはまあ残しています物憂なメロディにまあ当時のパリの風景の華やかさと影 あるいは洒落た遊びや皮肉が凝縮されたようなワールドツーです。演奏はものすごく冴えた演奏、まあ、即興的な演奏をする実はこれから見る近代日本の証券取引所の極めて慌ただしく蘇生乱造気味の経緯をフォローしていると。 まあなんとなく憂鬱な気分になって、そういう場面から調達してですね、ゆっくりとこの連投より遅くでも聞いて、ちょっと解約的に事態を見たいような気分になります。どうぞお聞きください。誰も教えてくれない日本金融史第十一回、投機的な株式取引所と歪んだ資本市場の成立、株式の取引が。 近代日本でどのように始まっていったのかというのが今回のテーマです近代日本の出発点は明治維新1868年ですがこの年爆反体制が崩壊します年貢米を基盤として米の流通が全国に広がっていたわけですがこの流通体系ももちろん崩壊してで道島で これは大阪ですが、えー、米の取引所米会場がありましたが、これも、えー、解体されます。ところがですね、えー、明治4年1871年、えー、実はこの江戸時代の米の取引所などがこれが再開されてしまいます。実はもう歴史的にすごく長く、えー、発達してきた。取引所体系をこれ、一挙に崩壊させるのは？ 不可能だったのでとりあえずその江戸時代の取引所を再開させようということで年貢米の流通機構の一部だったこの取引所がですね一般商品として米国を取り扱う米問屋を中心にして全国14箇所米紹介所というのができますちなみにあの東京の東京米紹介所というのは2013年2月に解散した東京穀物商品取引所のルーツ というわけですで、えー、まあこれによってこの明治をね江戸時代の地域の取引網が株式会社組織の紹介所として復活します、えー、江戸時代その、えー、藩のですね 米がこの大阪などの蔵の中にたくさんあってです、ね、それを担保に米国証券というのを取引していた両替商がたくさんいたわけですで。こういう人たちの一部は外国為替取引に活路を見出します。開港以後外国との交易量が増大して洋銀いわゆるメキシコの銀の需要が増えてくると外国為替を安定的に決済できるような機構が要求されていきます。 でこういう形で実はえ用銀取引所というのが、えー、横浜にできてきてですねこれをその江戸時代以来の商人が、えー、取り扱うということになります。でもう一つ、えー、こうした商人が、えー、始めたのがですね明治政府が発行した公債国債を取引する市場を扱うという話です。明治維新の初め 実す江戸時代に藩から武士たちはその放禄という収入をもらっていたけれどもまあこれがなくなってしまったので明治政府が給料を秩録という形で出すわけです。 でえーまあ、それがあの現金が明治政府はあんまりお金がないのでとりあえずあの紙切れでということで公債を明治6年に発行しますでところがまあそれをその公債を回収する当てがお金がないので、えー、もう明治9年にはですね「秩序処分」といってもう秩序給料は出さないという決定をして、まあ、その代わりに出されたのが金録公債証書というやつです、まあ、お金として使えて5%から10%ぐらいの金利がついたというんですね。 でこの勤労交際証書があるうちに、まあ、新しい仕事を見つけてやってくださいねという話で、えー、元武士にばらまかれるんですが上の方の人たちはたくさんもらったからいいんですけど下級武士はみんな没落していくっていくう話になりますさて、まあ、そういう中で、えー、明治7年1874年ですが明治政府は株式取引条例というのを公表します。 今お話ししたように江戸時代以来の商人がたくさんいて自然発生的に取引所の設立が推進されて交際の売買とかってされていく中でこれはまずいと思ってですね明治政府は西洋の発達した証券取引所をモデルにしたものを作んなさいっていう条例を出すんですけれどもえまあ何の実効性もなかったというわけです。 明治9年先ほどの書高裁の分で売買はさらに増大していきますとりあえずお金が欲しいので元武士たちは交際をお金に変えるということでその仲介業をやっている商人たちが交際売上場って看板をかけて交際専門の市場をたくさん開設して東京だけではなんと100か所以上あったという話です。 で実はこれ、えー、確実性の現物取引とそれから15日を人を仕切りとする定期取引の形で交際を取引したってことなんですね。でこの定期取引っていうのは何かっていうとこれ先物取引というわけで、えーまあ、期日が決まっていて先に決済するようなそういうパターンで江戸時代以来のスタイルです。でえー、実はこの、 交際、えー、を取り扱っていた中外省の代表格だった人が、えー、今村清之助というまあ有名な相場師なんですねこの人がでこの人が実は第一国立銀行の代表だった渋沢栄一を説得して証券取引所を作ってほしいというふうなことを言ったわけです。で明治十一年、えー、株式取引所条例ができて東京と大阪に株式取引所が設立されます。 今は証券取引所って言ってますがこの時は株式取引所でした、まあ、東京取引所はこれ資本金二十万円なんですが両会社をはじめ承認組織が作ったというわけですで、えー、先ほどお話したその政府の出した株式取引条例は無視してです、ねえー、伝統的な米の取引方法である調合米の取引制度、まあ、江戸時代の米の先物取引これを援用した取引制度を採択したというわけです つまりこう江戸時代の米の先物取引のスタイルをそのまま株式取引所に近代に持ち込んだということなんですね。株式取引所が始まって最初に取引したのは何かっていうと株式でではないんですね1878年6月1日に最初に取引したのは旧交際新交際出力ろく交際という債権だけということで株式なんか取引してません。 で翌月になって実は株式が1銘柄だけ上場されたんですがそれはこの東京株式取引所自体の株式なんですねそして9月には第一国立銀行東京株都庁米商会場といったところの株式が上場されて4銘柄になりますでもこのま東京株式取引所が6月にできて3ヶ月経ったこの時点で 株式4名からの売買立ち合いは毎月5日と20日のたった月に2回かき程度だったわけですでもその後に今度は大阪株式取引所やあるいは第二国立銀行第六国立銀行あるいはその外国為替扱う横浜証券銀行、えー、といった銀行がの株式が上場されていきますこの頃銀行はみんな株式会社組織でした そして初めてですね事業会社として上場したのが日本鉄道会社東京・青森間の私鉄なんですがこれが上場したのが1884年ということですから東京株式取締法ができてから6年目にようやっと事業会社の株式が上場したということになります。そのの後年年から年の間に 多くのまあ鉄道、施設ですが、房石会社といったものが、これが上場をしていくようになって、1887年の1月には、全銘柄の連日立,立ち会いというふうになっていったというわけです。さて、この取引所が始まってしばらくして、明治16年、1883年の3月なんですが、大事件が起こります。 えー、大阪で,です、ね、大阪府警務部、まあ、警察がです、ね、大阪堂島の米紹介所と北浜の株式取り所の役人仲買人など千数百人を一斉に検挙して、えー、この取引所関係者の事務所を住居を強制捜査するって大事件が起こりました。 手数料や脱税のために取引所を通さず秘密裏に売買していた疑いということでここの事件が起こって取引所にに対する不信感が非常に強まりまりした取引所を管理していたのは農商務省なんですが実は大蔵省じゃないんですねこれ米の取引と関連した形でこの株式取引所っていうのができているので農商務省の所管だったわけです。 それで、えー、農商務省は、えー、ベルリン取引条例を参考にして、えー、ちょっとこの取引所の改正をしないといけないということで案を作ったわけです。それはあの取引所の株式会社制をやめて会員制にして、えー、定期取引つまり先物取引の手法を厳しくする内容でした。で、えー、まあ元老院と政府はこの既存のつまりこう江戸時代以来のスタイルで始まった取引所を廃棄して、えー、新たな新たな 取引所を設立を推進するかあるいはその現在のものを改革してですね投機性を減らして安定的な経営するか経営するように誘導するかで、まあ、論争したというわけです。まあ、政府はアメリカの株式取引所のように本当の資本市場の姿を身につけるためにはですね、えー、政府が直接管理して資本を動員できる構造にしなければならないという発想でした。ところがまあ議会の代表は この旧来の今までの取引所は必ずしも悪いものじゃないみたいなことを言ってですね既存組織を維持しようってこういう論争が行われて最終的に政府は妥協してしまってですね既存の取引所は旧条例のままで登記に便利なこの定期取引も従来のままっていうことでこれから新しく作るものについては新しいスタイルでやってくださいねという話でした。 結局明治26年1893年取引所法ができたんですがこの旧,旧取引所を容認した結果それがどこまで続くかというと実は1943年戦争末期までですねこの法律が続いてしまって要するに戦前の証券取引所の基本制度になってしまった。 要するに西洋の制度を導入しようとして先進的な資本市場を育成しようというこういう政府の構想が撤回されたというわけです。ヨーロッパは近代化に長い歴史がありますヨーロッパではまあ歴史的に卸売商人の間の定期的会合が組織化される中で取引所というのはできてきます。西ヨーロッパで遠隔地貿易商人 これが登場して取引所ができてくるんですが自由な市場が拡大されて資本移動のリスクを最小限最小化する多様な装置が考案されていきます。で取引所を通じてこの金融市場というのは最初は商品市場から独立したその独自の領域を持つようになって、えー、先物取引 脱皮してです、ね、現物取取引引で運営される取引所に発展していきますヨーロッパではこの証券取引所の登場でその生産的じゃない資本の移動氷菓子的な蓄積はやめてですね金融費用を最小化して近代的な産業を発展させるための資本を調達するそういう役割を 証券取取引引所所が果たすとという,ふうになって現物取引所として定着していくわけですで西洋の取引所は会員制で設立されてこの市場を作り上げるために非営利組織として運営されて、まあ、自ら営利を追求できないように公共性を維持したんですが日本の場合はですね営利組織として取引所が利潤追求が可能なように。 なったところから出発したというわけです、えー、資本市場の形成という面からこの株式特殊場のことを考えてみたいと思います今お話したようにその近代的な産業鉄道とか銃貫工業とかこういうのが発展させるためには大きな資本が必要でそのための市場が必要です通常は証券取引所やあるいは工業銀行といったものが資本市場の中枢に座ってですねそこにこう、えー、資金が調達されていきます ところが今お話したように日本の証券取引所は非常に投機性が強くってまたその工業銀行っていうのはずっと遅く明治35年にできるんですが、えー、あまりこう形でではなかったわけです明治を振り返ってみるとやっぱり産業が発達していくんですがたくさんのお金どこから持ってきたのかこれはちょっと気になるところです。これがが今日の大きななポイントなんですが 1890年明治23年に我が国で初その時に日本銀行日本銀行は開業して8年目ぐらいなんですが升形正義大蔵大臣とそれから日銀の川田浩一郎総裁この人はあの三菱で仕事をしてた人なんですが連携のもとに株式担保融資っていうのを始めます。 会社の株式を担保にして、取っておいて。それで、お金を貸してあげるんだって、日銀が。実は、あの、日本銀行条例っていうのは。えー、こうできた時に、短期の商号、商業金融を原則として。第十二条で、不動産と株式を抵当とした貸金を禁じていました。が、工業に関わることも禁じて。えー、厳格な短期商業金融に、日銀は。限定していた、というわけです。でも。 えー、この条例そのものに正面から背いて、えー、この株式担保金融を行っていた、まあ、国立銀行とか私立銀行をさん参考にして株式担保金融を始めてこれが日銀の通常業務となっていきますデータを調べてみますと明治23年1890年から96年、まあ、日清戦争の前年の間、えー、まあ 担保付き手形割引って形を取ったこの株式担保融資の金額は日銀の手形割引総額の半分にも達したというちょっとこの株式担保融資を説明してみたいんですが近代的な産業が立ち上がっていきます。例えば鉄道をその付設する すごく多くのお金がいるんですが資金が不足していますで最初資本金を作るときも、えー、資本金の金額全部集められないので、えー、分割して支払うとかいろんなことをやってお金を集めようとするんですが集められないんですねそれで何をやったかというと、えー、株券を銀行に持ち込みますで銀行はその株券を担保にする形で、えー、日銀から融資を受けて それでその鉄道会社とか繊維会社に融資をするという形のことをやるわけです、えー、資本が集められないで、えー、証券取引所は、まあ、半分爆死場というような形になっているのでとてもその資本を集めるような状態ではなかったというわけですそれで結果的にこの日銀の株式担保融資という仕組みで資本市場に供給する長期資金は、えー、日銀から代金 にに流流れれててで鉄道等のそのそ会社に流れるってこういういいルートが定着していきますで実はこの株式担保融資っていうのは、えー、江戸時代の札差しご存知でしょうか札差しというのがありますがまあこれの真似したようなものだというふうに言われるわけです。つまりその札差しというのは藩、えー、が、えー、その米を、えー、例えば大阪に持ってきます。 ででそう大阪の蔵に米がいっぱいたまるんですが、えー、この米を担保にお金を融資する先に、えー、融資してあげてあとからその米を売ったお金でそれを返すんだっていう仕組みをやっていたのが札差しなんですがこれの近代版が実は株式担保融資まあ何のことはない江戸時代の真似をしてると言っていいような形なんですが、えー、はっきり言って、えー、資本市場としては歪んでいます。 また日銀がですね上からそういうことをやるっていうのはこれはよく考えてみると遅れて資本進化しなくちゃいけない国が資本の蓄積が進んでないのでとりあえず国からお金を供給するってこういうあの話になってくるそれがあの株式担保融資という形になるわけです。ですので結局その初期の段階で えー、この証券市場は実はまともな形で出発していないし資本市場は歪んだ形で出発したということになります、えー、意外とですねこういうところから来ているわけです今日はここまでです皆さんいかがだったでしょうか今日の講義を振り返って伊藤さんにまとめをお願いしたいと思います 伊藤さんありがとうございました誰も教えてくれない日本金融史、次回もお楽しみに